マウリツィオ・ザンパリーニ、マウリツィオ・ザンパリーニ、マウリジオ・ザンパリーニ、1941年6月9日台は、イタリア、ウーディネケン・バニャーリア・アルサ出身の実業家、サッカーセリエ A に所属する、US ・チッタディ・パレルの会長、2002年代。取材を投じて、パレルモを強豪クラブに押し上げた反面、短期で、監督交代の多いことで有名で、首切りは、ま、 首切り将軍の異名で呼ばれることもある。ザンパリーには、イタリア最大規模のスーパーマーケットチェーン、エンベゼータ、エンベゼタ、エンメルンガのオーナーとして、成功を収める。彼のチェーン拡大手法は独特なもので、出店する地域のサッカークラブ買収により、チェーンの宣伝を行った。後に経営権を売却し、莫大な財産を築く。 1987年にセリエ C2 に所属していた SSC、ベネツィアを買収し、セリエ A 昇格を目指して、資金投入を開始。ワルテル・ノベリーの監督などの下でセリエ A 昇格に成功するものの、なかなかセリエ A 定着はできなかった。加えて、ザンパリーには新スタジアム建設を試みるが、観光地としての外観を損なうこともあって、許可は降りず、 ザンパリーには別のクラブチームのオーナーになることを決意する。2002年夏、当時の AS ローマ会長、フランコ選手より、セリエ B に所属していたパレルモの所有権を譲渡され、パレルモをセリエ A の競合に育てるべく支援を開始し、最初にベネツィアから選手と監督を引き抜く。2002から03シーズンは、ネドソネッティの下で、セリエ B5 位となるも、昇格には失敗。 2003から04シーズンは、シルビオ・バルディーに、フランチェスコ・グイドリンと監督をすげかいた末、ルカトーニやエウジェニオ・コリーニらの補強成功とグイドリンの交際配もあり、セリエー昇格を果たす。グイドリンは2004から05シーズンもクラブを躍進に導き、昇格1年目にして6位という好成績を残す。ところが、ザンパリには、グイドリンの戦術を守備的と批判し、 シーズン終了後に、ルイジュ・デルネーリを新監督に招聘。デルネーリが結果を残せないと、ジュゼッペ・パパドプールを公認に据えるも、8位に終わる。2006から07シーズンは再びグイドリンを監督に呼び戻し、カルチョスキャンダルによりセリエへの勢力関係が変容する中で、UEFA チャンピオンズリーグ出場権、4位以内、獲得を目指し、チームは躍進したが、徐々に失速。 グイドリンを途中解任、また任させるなど混乱も目立ち、惜しくも5位に終わった。2007から08シーズンは、アタランタ BC より、ステファノ・コラントゥオーノを招聘するが、ユベントス戦大敗を受けて2007年11月に、解任、グイドリンを呼び戻す。グイドリンもチームを立て直すことはできず、コラントゥオーノをまた任させ、チームは11位と低迷してしまった。 2008から09シーズンは、コラントーのわずか1試合で解任、後任に、ダビデ・バラルディーニを招聘している。バラルディーニも1シーズンで退任し、ワルター・ゼンガが2009から10シーズンより監督となる。ゼンガを解任すると、デリオ・ロッシを招聘。2010から11シーズンはロッシを2011年2月27日に、解任、後任に、セルセ・コズミを招聘。 しかし4試合で1勝3敗と結果を残せず、4月3日に解任、ロッシをまた任させ、チームは8位に終わった。2011から12シーズンは a c キエボ、ベローナより、ステファノのピオリを招兵するが、シーズン開幕前の8月31日に解任、公認に、デイビス・マンジャを、急遽、トップチーム監督に招兵。しかし12月19日に解任。 後任にボル、トロムッティを招兵。その後も成績が上がらず、セリエ A 昇格後最低の16位に終わる。シーズン終了後ムッティは退任。2012から13シーズンは前、a c c エナ監督のジュゼッペ・サンニーノを昇しかし、開幕参戦を未勝利で終えると9月16日に、解任し、ジャンピエロがスペリーニを後任に招兵した。なお、 これがザンパリーニの25年に及ぶサッカー界のキャリアで通算50回目の解任劇であった。2013から14シーズンは AC ミラン、イタリア代表で活躍した当初ジェンナーロ・ガッツゥーゾー、昌平。しかし6試合で2勝1分3敗と結果を残せず、9月25日に解任し、公認にザンパリーニのベネツヤア時代の同僚である。 ジュゼッペ・イアキーニを公認に昇聘した。2014から2015シーズンは引き続き、イアキーニが指揮、パウロ・ディバラとフランコ・バスケスの二大看板の活躍もあり、シーズンを11位で終え、イアキーニが珍しくシーズンを通して、指揮を全うし。しかし、翌2015から2016シーズンは一転、ディバラの遺跡もあってチームは序盤から低迷し、 2015年11月のヤギーニの解任に始まり、公認のダビデ・バラルギーニも2016年1月に解任、その公認のファビオ・ビビアーニは暫定監督として1月中は指揮を取るも同月中に退任。その公認として、元アルゼンチン代表のギジェルモ・バロスケロットを招聘するも、必要な監督ライセンスを保持していなかったため、名義上、序盤にンテデスコが監督を務めるも、 前者は、ラインセンス取得の目途が立たず2月に辞任、校舎も成績不振により同月中に解任した。その後、2月はジョバンニ、序盤にージが、暫定監督として、指揮を取るも1試合で解任し、2月に、イアキーニを復帰させるも、翌3月中に、再び解任した。最終的には、バーラルリーにも復帰させ、最終戦まで指揮を取らせ、このシーズンの監督交代は、 過去最多の計8回に上った。2016から2017シーズン前からクラブ売却を示唆していたが、2016から2017シーズンも解任癖は健在で、毎シーズンから指揮を取っていたバーンラルディーニを開幕2試合で解任。公認のロベルトでゼルビンを11月中に解任。エオジェニオ・コリーニも成績不振により2017年1月に解任した。公認に イエゴ・ロペスを招聘したが、2月27日に3月中にアメリカの投資ファンドにクラブを売却することを発表し、合わせて自身の会長職事人も発表した。2002年の会長就任から15年間会長を務め、39回の監督交代。雇用した監督は、延べ45人に上った。しかし2017年7月にザンパリーには、 アメリカの投資ファンドから買収資金が入金されず、クラブ売却交渉が破断に終わったことを明かし、引き続き会長職に復職することになったが、同月には不正会計容疑によりパレルモ及びザンパリーニが家宅捜索を受けた。パレルモがセリエ,エクッシュの競合として成長することができたのはザンパリーニの功績であり、セリエエを活性化させた。またザンパリーニは、 歯に衣着せぬ発言で、カルチョスキャンダルなど、作家界の腐敗への怒りを表明している人物である。選手の売却上手でもあり、トーニーやアマウリなどを高額で売却して、利益を得ている。スポーツディレクター、SD の人選も的確で、リーノ・フォスキ、2002年から2008年、ワルテル・サバ・ティーニ、2008年から2010年と、ビンワン SD の活躍が、 人材の発掘を正確なものにしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。